車乗って、どうやって行こう、どう行ってこう、うん、地獄だわ。こいつは無視して乗れない。そこにおると、あ、帰ってるでしょ、あれか。ウィングブーツだ。あー、これあるとラッキーだな。ウィングブーツあるうちは飛んで栄養つと、こんな感じで、だからこっから大ジャンプして、よし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 、ウィングブーツのおかげだわ。もう一ポイント返って、鎧屋さん、病院、盾屋さんあるな。とりあえず盾買おう。ハードシールドだ。ハードシールドの次に伝説だったんだな。ライト買って、もう一回入って、あ、入れねえわ。じゃあ次買うときに伝説の盾買おう。ここにも隠し扉あって、さっきのシャーマンカーンだったかな、もらったやつと交換できますね。アイテム交換してって、ヒットポイントがない。あ、落ちてしまった。アテナ、アテナは4がない。死ぬ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 。海の中、一応ウィングブーツ状態ですね。絵をしながらずっとウィングブーツがなくても、こんな感じでウィングブーツ死んでしまいました。ハートくれ、ハートくれ、ハート出ねえ。病院行きたい、病院行きたい、めっちゃ行きたい。酒場でもいい。危ねえ、右牛。これセントクロス、まあ伝説の盾、これで終わり。はい、盾だけ最強。盾だけ最強。話すことは何もない。うん、まあそういうことですよね。やばい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 。やばいやばい。どうすればいい？よし。あ、死んだわ。あー。ちょっとハート持ってみよう。やばい。ガントレットじゃねえか。やめてやめて、うん、あいつの対策感も考えとかんとな。で、ここからジャンプして、やばいやばい、ウィングブーツだ。先ボス行きましょう。やっとボス行ったわ。ボス行って当たると透明になるんで、その間に当てながら逃げるっていう感じですかね。透明になった間はすり抜けれるんでダメージ食らわないんで、こうやって当てていくのがいいかなっていう感じですけど、やべやべ、あ、倒した、よかった。ちなみにここに落ちたら、またもう一回マーショネロと戦えますね。お金稼ぎができるって感じでね、イメージで。おお、でっけえ、45ゴールドだって。やばいよ、時計回るよ。あ、やばい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 、間に合い、間に合わない、これはやばいね。よいしょ。ここはもうノーダメでいくしかない。やばいやばい、あー
くないんだけど。カニ没収されんのかな、持ったままかな。あ、そのまままさねろと戦わなくてももういけるか。でそのままもうとりあえずクリアできるんでしてしまいます。はい、しょうがない。もうそのままとりあえずゴールは行きます。オッケー、なんもなかったな。クリア、クリアしたぞ。でもここから先もっと難しい、5ステージ難しい。坂場、こいつのこの岩舐めてくるやつがね。ただこいつらが超いいアイテム持っておるので、アイテムも惜しみなく使っていくか。ヘルメットだ、ガントレットだ、ガントレットだ。3本目の木か、ドル袋があったんです。あったあった、よいしょ。受けるダメージもそこそこあるんだ。お、布のブーツだ。あ、ちょっと速くなった。うわ、やっぱ装備品が出ましたね。しかも装備品が靴が出ましたね。靴出ちゃったよ。嬉しいな。これでかなり楽になりました。スピードが全然違うもん、さっきと。本当にスピードが違う違う。4発か。倒すの時間かかるんですよね。本当は無視してた方がいいような気もする、こいつは。走りだわ。でもあそこのところで、あの岩野郎、岩投げ野郎で装備品が出るから可能性があるから、ま、そんな高確率ではないと。無視しているのがいいですね。よいしょ、よし。おや、ここですね。これもうまいことこうやって隅っこに追いやって、うまいこと跳ねればいいんですけど。これで遊ばせ、よーし、ナイスハメ。あ、またまたやばい、あ、やばいやばい。ハートのやつ、ちょっと待って、逃げる。鎧は買えない。よしよしよし、順調順調。この鬼のいるところに落ちるんですよね。でも落ちたところに鍵があるから落ちたくなるんだ。しんど、あーし、しんど、しんどんで死んだ。うわ、親はもう親父に。あ、しまった。あ、あ、新しいグッズだったぞ今。さらに速くなったスピード。お、速い速い速い。
やったやった、嬉しいな、マームさん。落ちてしまいますね。そうしたところに鍵があるんで、赤いやつはハート出るけど、ここすぐ入れるんですよ。初扉あります。なんか佐賀場なんで、後ろから矢来るからこいつ倒した方がいいんだよな。ただまあステージクリアするっていうことは大きい。ライフ1しか回復しないけど、ここに1面のボスが出てきますね。ここからザコキャラとして出てきます。だん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 ボスもザコキャラとして、ザコキャラとして、あ、やばい、よいしょよいしょ。で、反対側にお店があるんですけど、この靴ではいけないな。ほんと伝説の靴じゃないと、あそこにお店、何屋さんかわかんないけど、お店があるんですよね。1000ゴールド超えてしまうだな。使い道しかないから。よいしょ、よいしょ、よいしょ。これ、この靴履いてなかったらいけねえな、絶対。遅すぎて落ちてしまうわ、確実に。ここに酒場かな、あ、病院か。直せません、僕だな。ジャンプすると、取ってジャンプして取ってジャンプしての繰り返しで1回ぐらいかな。その間に1メモリ減るのは覚悟しておいてくださいね。ちょっと覚えてた。9回かな、9回だったかな。そういうことで、このステージのボス、サタンマリアの上位級の感じのやつなんですけど、めちゃくちゃ強いんですよね。で、最初クイズ出してきて、クイズにもし正解したら、ただで通してもらえる、わ、やばい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 、ただで通してもらえるんですけど、あ、ここに隠し扉あるんですね。鎧屋さん、鎧屋さんじゃない、このボスが一応クリア方法としては、まあ、基本的にはまず倒せないので、よいしょ、あれ、ここにもお店みたいなのあるんですけど、靴屋さんですね。あーと、これとこれか、靴屋さんは重要ですね。ここに酒場があって、15円のやつ買えばサタンマリアの問題の答えがもらえるんですよね。ただ買えないからもらえない、3択なんで、あとは運でいきます。なんで当たったらラッキー、外れても一応対決で勝てればいいんですけど、めちゃ強いんで、その前に死んだんで、とりあえずアイテムは全突破していこうかなと思ってます。その時に
らった。1メモリー以上減ったな、今。うわ、めっちゃ食らうな、こいつ。やっぱりなのはこいつなんだよな。一発も食らいたくない。つけると多分結構なダメージなんだよな。あ、うわ、ゴッチヘッド。そんなバカな。そら死ぬわ。4つも減るの最悪。あ、死んだ。そら死ぬわ。あ、ぶねえ。あ、死んだ。どうすればいいの。鎧の重要性。うわー、あの、もしかしてあのそのインチャクみたいなのを倒したせいで今フェリー出てきたの。待てよ、敵倒さねえ方がいいのか。あ、やっぱりいいけど。あ、死んだ。よし、一発は大丈夫だ。うん、何発なんだこいつ。ボスですね。三択に当たれば一番いいんだけど。問題、私の最近の趣味はなんだ。さあ、なんだろう。カラオケにしようかな。どうだ。お、正解した。あー、よかった。戦いになったら 100% 死ぬもんだ。よし、